逆にさっきの逆で、はい、あゆままに、はい、ああ不満というか、いやめちゃくちゃありますよ結構潔癖なんですよ。何回洗濯回すねんっていうような、使われるのが嫌なんですよ。ああなるほど。なんせ片付けないんですか。もうそこをほんまに一番良くて、もめんが臭くなるよ本当に。どうかと、殺人って本当に起きるよ。炎上してしまう、炎上してしまう。さあちょっと旦那の愚痴からいきたいと思いますさっきもちょっと言いましたけど、はい、汚いところですね。ああ、片付けない。ペットボトルとか飲みっぱなしでも何本も置きっぱなしなんですよ。ゴミ屋敷になっちゃう。なんせ片付けないんですか。もうそこをほんまに一番優しい。男子あるあるなイメージ。男子で清潔な人ってあんまいない、いないイメージ。なんか男の人ってとっ散らかしてるのを引きずって結婚しちゃうから、なんかそう荒れちゃうみたいなイメージがあって。でもそれ、まあそれは不満ですよね。ずーっと治れ。言い続けても治れ。あと5年言い続けたら治れます。どう、まあ、徐々に治ってきたんだって言ってましたもん。治ったのほんとつい最近の出来事だから、10年目にしてようやっとくれたから、です道のりが10年犬をしつけしてるみたいな犬をしつけしてるみたいな犬ってなかなかね、犬ってそんなにしつけ覚えないからね、犬ってそんなにしつけ覚えないから難しいですよね。そこさえではないけど、まあでもそこが治ったらほんままだストレスがすごい軽減されるから、ね、いい方法ないやね。そうしてたって続けるしかないですねスイッチが入らない。やる、君のやる気スイッチはどこなんだいって言いたいの。掃除に関してのスイッチはもうゼロだと思う。え、でもどっかに隠されてるんですよ。もうやらないなら出てきます。やらないなら出てきます。出てきます。あなたは本当に動物、生きてるだけなんだなって。だから役割は生きてるってだけ。なんか生きてる居候の人なんかちょっとやってくれてる感じですよね。あ、それもだからコンコンとやってやるようになったけど、やっぱり病気の時って何もできないから、ただ生きるっていう。僕らはみんな生きている。あまり人間っていう意識ではなかったかもしれない。もう旦那の趣味見たらやっていけない、こっちもやれてしまえばちょっと僕だったから、もう人間の趣味どっちかっていうと、クマさんと一緒にする。クマさん広島なりがです、キツネ。え、動物、動物、いや、なんだろう、有名な動物、なんかキャラクターとかないですか、その。な、広島なメインキャラクターないの。確かにありますよね、ナッシーとかね。あるある、ある。あ、でもあんまりないかも。地元の現実思考、男の人ってやっぱりちょっとロマンチストじゃないですか。だからなんか違うのかなって。同じ時を生きてないから頭もなんか違うって言いますもんね、男と女ってその作り。だから見たら、よう生活できますねって言われません？言われます、言われます。現実的に言うと、やっぱり、まあ、多少貯金があったので、それを切り崩して、当時は、その動画見てる方たちは、え、ほんまに困ってるんですかみたいな、結構。あ、それも言われた。そう、言われる時もあるんですけど。困ってるに見えない。あ、そう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 。そう、いや、ほんまに赤字やねんけど、ね、これだけ生きてると、まあ、ちょっと貯金があったり、やっぱりするわけやから。二十歳なわけじゃない。そう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 。そこがなくなっていってるだけで、困ってるのは困ってるよみたいな、収入は少ないよみたいな。あ、じゃあ家借りるときもローンまで降りた。あ、その時はまだ働いてて。あ、そうかそうかそうか。でも、その要は新居建ててから辞めるとか、人生どうなるか分かんないから、辞める人もいるじゃないですか、もちろん。だから私はそのマイホーム派じゃないタイプなんです、逆に言うと。あ、なんか何か起こった時に怖いって、怖いと思っちゃうっていうのもあったり、
に移り変わってたいみたいなタイプだから、だからでも羨ましいのは羨ましい、やっぱり持ち家があるので、まあでもどっちも結局は旦那が無職だとどうにもならないです。あれ無職じゃないか何やってるんだろうたまに思う時あるんですよ。なことやってたら大丈夫なんだろうかふと思う時があって、でも太陽の光を浴びるとリセットされるから、夜になるとなんか負の連鎖が、ね、夜になるとなんか嫌なことばっかり考えちゃってあーごほーとかなっちゃって、夜人ってネガティブになるのってそういう作りらしい、なりやすい。そこいかにポジティブなことを考えるかっていうのをトレーニングしていったら、どっちかというとポジティブな人間にこう人って変われるらしいから、夜はね本当に闇の時間だから変なことしか考えないから、ロゴはどうしちゃうんだろうとか、その時ひろゆきのさひろゆきの TikTok 見てそっかそうすればいいのかってなんかひろゆきにあのチャンネル上げてますよって、あれめっちゃ見てたあれなんなんでしょうね、あの説得力っていうか、なんかすごくなんかね、わかります、暇な人しか見てないんだけど、私暇な人なんだろうなって考えた。お喧嘩ね、お喧嘩、うち喧嘩シリーズ結構出してるから、本当些細なことですよね、多分。もうそうですよね、ほんま些細なことですけど、やっぱり仕事で収入が少なくてみたいな時ですよね。いや金目のもいや喧嘩になる、なんか金目のことは喧嘩にどうするのって揉めんがしたくなるよね本当に。そうかと、殺人って本当に起きるよ。ごめんなさい、事件起こしたら皆さん捕まってるかもしれない本当に。なんかやる気あるんかいほんまにみたいな時はありました、ぼーって過ごされてたら、そうなんです、そうなんですよ。なんか考えてるんやろうけど、自分なりにそのやってるんでしょうけど、こっちには分かれへんし、なんかそれでゴロゴロ携帯見てるだけかなとかね、ゲームしてんちゃうかとか漫画読んでた、そうでずっとそんなんが溜まってた時があって、ね、それでバッてこう言ったらなんかね、向こうもなんかやっぱり自分的には多分頑張ってるんやろうから、なんかそう言われたら多分ムッとする感じで、そうみたいな何でね、クソってね、まあ、やっぱお金の話ですねとか子供をね、喧嘩って言えば、アンチコメとかないですか？たまにそれありますよ。あ、そうなんだ。DM とか来ますよね、変な DM。あ、DM はないですね。あの、YouTube 内のコメントで、みたいなのは、まあ、正直ありますけど、直接その DM とかはないです、全然。あ、そうなんだ。グリーンですね、やっぱり。コメントはやっぱり特にやっぱうち炎上しやすい。狙ってないんだけど、炎上してしまう。世間とちょっとずれてる、自分も分かってるんですよ、世間とずれてるんだけど分からないから投稿して炎上してしまうって方が多くて、それで私が腹立ってコメントをさ、いっぱいさ、うんこだのクソだの返してこの女やべえみたいなそれでまた炎上しちゃってみたいな、迷惑系 YouTuber と言われてる人のちょっと私首突っ込んでるのかなって思っちゃって、なんかね、自分でも狙ってるわけじゃないんだけど、どうしてもこっちに寄っちゃうんですよね。困ってる、そう、私困ってるって言いたいんですよ、困ってる、それしか言いようがなくて、でも別に困ってないんですよ大丈夫ですかね。じゃあ終わりますか。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、撮影が終わりました。はい、お疲れ様でした。めちゃめちゃパパと同じ匂いしました同じ人生を歩んできてる、やっぱそうやっぱりでもう一つ、僕ら話終わった時にめちゃめちゃ長かったねって女性陣に言われたんですけど女性陣めっちゃ仲良かった3倍ぐらい、3倍ぐらい多分好きかって言ってたんでしょうねまあでも世の主婦はやっぱこうやって毒吐かないとやってられないですから。うちは盛り上がったけど、なんかやばいね。いや、僕はでもすごく居心地よく楽しく。あ、よかったです、それは。また今度男だけで USJ 行こうぜ。いいなぁ、なんで思ってね、全然。まあでもこうやってご縁が増えて、よかったです。はい、っていう感じです。あゆみんさんは、あ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。ごめんなさい、2歳。はい、もしよかったらお互いのチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。
ます。アンチも待ってる。アンチ待ってる。レジ。はい、ということで一泊二日の北海道旅でしたけども、鬼妻さんにも会えて、はい、エスコンにも来れて大満足ですね。そうですね、はい、じゃこのまま今から広島に帰りますので、皆さん広島で待ちください。ありがとうございました。